はい、どうもこんにちは、さやぶです。ということで今回はですね、マインクラフトでつけるシンプルな家具の作り方を順にご紹介したいと思います。こんな感じでどんどん紹介していくんで、ぜひぜひ見てください。で、今後もこういう動画どんどん投稿していくんで、気になる場合はぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ということで行ってみましょう。
ー。